はい、今日はありがとうございます。はい、ではそうしましたらですね、インタビューの方をしていきたいと思いますので、まずお名前とかお仕事の方を教えてください。はい、向井佳代です。私はオンラインで英語教育のサービスをしていまして、お子さんが将来英語が話せるようになったらいいなと思っているお母様方、そして大人の方で英語をきっかけに自分のやりたいことを叶えていきたい方、そういった方を英語教育という面でサポートさせてもらってます。はい、ありがとうございます。今回リブランディングアカデミーの1期生で入っていただいてるんですけれども、その動機とかきっかけとかっていうのはどんな感じだったか教えてもらえると。はい、私はその今言ったサービスを自分で作ってやって2年、今3年目に入ります。で、これがやりたいと思って、こういうことがお役に立つと思って作って走ってきたんですけれども、まあ少し落ち着いて今度振り返った時に、もっとこの部分のサービスいるよねとか、もっとこういうところがあったら自分ももう少し余裕を持っていろんなことができるなっていうのがあるんじゃないかっていうふうなことに気づく時期に来ました。で、その時にこうリブランディングセミナーのお話があって、もうリブランディングってもうそのまま今の、そうそう、私のためのサービスだなと思って、すぐ申し込ませていただきました。はい、はい、ありがとうございます。で、実際に今リブランディング、いろんなあのカリキュラムとかがあったりとか、内容とかやってってもらってることとかあるんですけど、その中で実際に体験してみて、あ、これいいなとか、これ良かったなとかいう感想とかあれば教えてください。はい、あの私は自分で、まあ、今やってる授業でこう経験をしてきたことを踏まえて、じゃあ何が足りないかとか、どうすればもっといいかっていうのをよりこう実績に基づいて、あの高子先生や皆さん の、うん、あのアドバイスだとか体験談を聞くことができたので、あのすごく一つのアドバイスが何倍にも広がる感覚っていうのがあったので、実際に具体的な事例を持って、私の話もそうですし、皆さんの事例を持ってそれをどう考えるかっていうのをいろいろお話してきたのが、すごく自分の経験値を広げていくあのベースになるなっていうふうに感じました。うん、はい、ありがとうございます。で、実際に受けてみた後、これやるんだったらこんな人におすすめとかっていうのは、どういう人物像とか思い浮かびます？はい、あの行動せずに悩んでる人っていうか、悩んでる方って一歩踏み出すのが多分勇気が出ないと思うんですけれども、私自身もそういう時があったので、まあ、その時に一歩踏み出した時にですね、なんかやっぱり言いにくいことも言ってくれる、真実のことを言ってくれる、しかも愛を持って言ってくれるっていう場がこの高子先生のリブランディングセミナーだと思ってるので、やっぱり勇気を持ってそこに飛び込んだ時に、本当に自分にとって何が必要か、でそれをこう背中を押して、でも押して逃げるんじゃなくて押してでもあの大丈夫ってずっとあの指導してくれる、見守ってくれる、応援してくれる仲間もできる素敵な場だと思うので、うん、ぜひそういう方には飛び込んでほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。最後にあのご自身の例えば3年後とか5年後とか、今の授業の延長でもいいし、そうでなくてもいいんですが、こんな姿になっていたいっていうのがあれば、そちら教えてください。はい、今の授業についてはもちろん、まあ、こういった方をのサポートができればっていう、そういうサポートをしている方がどんどん広がったらいいなと思うし、まあ、自分がですね、どうしても目の前の仕事にいっぱいいっぱいだっていう時期でもあるので、そこがもう少しこうリブランディングによって整理されて、私はこれができるっていうものが広がった時にですね、今出会ってないけれども、でも私がお役に立てる方っていうのがたくさんいると思うので、そういう方とお会いして英語でやっぱり皆さんの人生の選択肢が増えて、そこに自由を楽しめる、選択の自由を楽しめる、そういった人を増やすことがあの私の夢である目標なので、その仕事がもっと広がっている、そういう3年後を目指して頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。あのいろいろとね、そういった夢と希望を持ってやっていただいているところの礎の第一歩が今回のアカデミーだったと思うので、今後の活躍も期待してます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。